石井緑6月23日隊は、日本の政治家。自由民主党所属の全参議院議員。ノートルダム清志新中学校、高等学校卒業。1976年、鶴見大学史学部卒業。1980年、広島市内に小西会員を開業する。広島県歯科会師会場無理事、日本歯科会師会場無理事、日本歯科会師連盟顧問。 厚生労働省内で、厚生科学審議会地域、保健圏構造新栄養部会委員、社会保障審議会介護給付費分科会委員、高校機能向上研究班委員など司会士としての養殖を歴任した。2007年7月29日に執行された第21回参議院、議員通常選挙に自由民主党公認で、比例区から立候補。 逆風により苦戦した自民党において初当選した。当選後、平成研究会に入会。2013年7月21日に執行された第23回参議院、議員通常選挙に自民党公認で比例区から立候補、2回目の当選。得票数29万4148票は自民党の比例順位で当選18人中4位であり。 医療界としては最大の得票となった。2018年11月2019年に執行される予定の第25回参議院議員通常選挙に立候補しない意向を固め、2019年7月4日の公示に際し立候補を届けなかった。2015年2月、政治団体である日本歯科会師連盟が2013年に支出した政治資金のうち、 石井の講演会である石井緑中央講演会に合計9500万円が渡っていたことが判明した。政治資金規制法によれば政治団体間の寄付の上限は年間5000万円となっている。このため日資源は一旦別の政治団体に9500万円のうち5000万円を寄付し、そこから即日石井緑中央講演会に 同額の5000万円を寄付することで法律の制限を回避した。後日、日試連から直接、石井緑中央講演会へ、残りの4500万円も寄付されている。日試連から一旦政治資金を寄付された、政治団体、西村正美中央講演会と石井緑中央講演会は、いずれも日試連の会長が代表者を務めており、事務所の所在地や、 電話番号、事務担当者まで日市連と同一である。これは、脱法行為である、迂回献金とみられる。東京地検特捜部は、政治団体間の寄付の上限を超えた、迂回寄付をし、収支報告書に虚偽の記入をしたとして、政治資金規正法違反容疑で、日市連前会長ら3人を逮捕した。その後3人全員が、東京地裁にて、 執行猶予付きの有罪判決を受けた。ありがとうございます。